帰ってきたヒトラーは、ティムール・ベルメシュが2012年に発表した風刺小説である。2010年代のドイツに蘇ったアドルフ・ヒトラーが巻き起こす騒動を描く。ドイツではベストセラーになり映画化されている。ヒトラーに対する数々の肯定的な描写から物議を醸したが、ベルメシュ自身は、ヒトラーを単純に悪魔化するだけでは、その危険性を十分に指摘できないとし、 リアルなヒトラー像を表現するためにあえてその優れた面も描き出したと述べている。1945年に自殺したアドルフ・ヒトラーは自殺直前の記憶を失った状態でベルリンの空き地で目を覚ます。ヒトラーは戦争指導に戻るため相当地下号に向かおうとするがベルリンの人々が自分を相当と認識していないことに疑問を抱く。ヒトラーは情報を得るために立ち寄ったキオスクで。 自分がいる時代が2011年のベルリンであることに気づき衝撃を受け空腹と疲労が重なりその場に倒れ込んでしまう倒れ込んだヒトラーはキオスクの主人に解放され目を覚ますキオスクの主人はヒトラーを見てヒトラーそっくりの役者かコメディアンだと思い込み店の常連の業界人に紹介するからしばらく店で働いてくれないかと頼み込んだ地位も住みかも失ったヒトラーは 生活の糧を得るため仕方なく、キオスクで働き始めるが、数日後、キオスクの主人に紹介された、テレビ番組制作会社の全然ブリンクとザバツキのスカウトを受け、コメディアンとしてトーク番組に出演することになる。また、専属秘書のベラ・クレマイヤーから、パソコンの使い方を習い、インターネットやビキペディアを通して、情報を得て2011年の世界に適応していく。 ヒトラーはトーク番組でトルコ人を罵倒する演説を打つとその映像が YouTube にアップロードされ一躍人気コメディアンとなる。ヒトラーはその後タブロイド氏との騒動や極右政党への突撃取材など社会の反響を巻き起こしドイツで最も有名なコメディアンとなる。ヒトラーは自分の人気をナチズムを支持する国民の声と解釈し 再び政界に進出することを考え事務所探しを始める。しかし、ヒトラーはドイツを冒涜したとして、ネオナチから襲撃を受け重傷を負う。襲撃事件が報道されると、社会はヒトラーをネオナチの暴力に立ち向かうヒーローとしてもてはやし、政界からは与野党問わず入党依頼が舞い込んできた。ヒトラーは、療養先の病院で社会の動きを見つつ、 司会を任された新番組の構想と選挙運動の準備を進めていた。本書の定価は19.33ユーロで、これはナチ党の権力掌握が行われた1933年にちなんだものである。2013年5月の段階で20カ国語での翻訳が決定していた。クリストフ・マリア・ヘルプストンの読み上げによるオーディオブック版も存在する。日本語版は 川出処方新社より2014年1月21日に発売された。2016年4月には同社より文庫版が刊行された。これには単行本には収録されなかった原著者による仲介の一部が付された。日本語版の発行部数は文庫本の刊行から3ヶ月の時点で累計24万部を突破している。ユダヤ系アメリカ人向け新聞、全新紙にて、 ガブリエル・ローゼンフェルドは本書をスラップスティックでありながら最終的には道徳的なメッセージにたどり着く作品と評した。ただし、ローゼンフェルドはベルメシュがドイツ人によるナチズムの許容を説明するためにヒトラーを人間的に書いたのであろうと認めつつ、その描写が作品自体のリスクを高めているとしてヒトラーを笑っているだけではない、彼と共に笑っているのだと書いている。 南ドイツ新聞紙にて、コルネリア・フィードラーは、本書の成功について、作品のクオリティや文学的魅力よりも、ヒトラーを主人公に選んだこと、そして、彼を漫画のような滑稽さや邪悪さを持って描かなかったことが、大きな理由であろうと断定し、歴史的事実を曖昧にするリスクがある一方で、ベルメシュがヒトラーを、笑いの対象にしたかったのだろうともしている。 2015年10月8日公開。コンスタンティンフィルムが制作を担当し、オリバー・マスッチが主演を務める。2014年11月8日から12月22日にかけて撮影が行われ、公開第3週には工業収入ランキング第1位となった。2015年における工業収入は21万ドルを超え、2016年にはヨーロッパ各国で公開。 日本でも2016年に公開されている。2016年2月16日、イタリアのインディアナプロダクションがベニート・ムッソリーニを主人公にしたリメイク作品の制作権を取得し、共同経営者のマルコ公演によると、すでに脚本の執筆も進められていることが報じられた。完成した映画、帰ってきたムッソリーニは2018年に公開。日本では2019年に、 劇場公開。2014年のベルリンによみがえったヒトラーは、疲労で倒れ込んだところを、キオスクの主人に助けられ、そのままキオスクに居候することになった。同じ頃、テレビ会社、マイ TV をお首になったザバツキは、撮影した映像に、ヒトラーそっくりの男が映り込んでいるのを発見し、テレビ会社に復職するための自主動画を撮影するため、ヒトラーと共に、ドイツ中を旅する。 ザバツキは撮影した動画を手土産にテレビ会社に復職し、ヒトラーはトーク番組クラスアルターへのゲスト出演が決定した。ヒトラーの政治トークは視聴者の人気を集め、一躍人気者となる。しかし、ドイツ人にとってタブーである。ヒトラーネタで視聴率を集める局長のベリーニに反発するスタッフが現れ始め、中でも局長の地位を狙う。 副局長のゼンゼンブリンクは、ベリーにを失脚させるため、ヒトラーのスキャンダルを探していた。ゼンゼンブリンクはヒトラーが、ザバツキとの旅の途中で犬を射殺していたことを知り、トーク番組でその映像を公開させる。視聴者からの批判を受けたヒトラーは番組を降板させられ、彼を徴用したベリーにもテレビ会社をクビになる。ザバツキの家に居候をすることになったヒトラーは、 自身の復活談を描いた帰ってきたヒトラーを出版する。帰ってきたヒトラーはベストセラーとなりザバツキとベリーには映画化を企画する。一方、ヒトラーが降板したクラスアルターは視聴率が低迷し打ち切りが決まり、新曲長となった全然ブリンクは番組を立て直すため映画制作への協力を申し出る。映画制作が進む中、監督となったザバツキは 恋人のクレマイヤーの家にヒトラーと共に招待されるが、ユダヤ人であるクレマイヤーの祖母がヒトラーを拒絶する。クレマイヤーがユダヤ人だと知った時のヒトラーの反応を見たザバツキは疑念を抱き、ヒトラーが最初に現れた場所が相当近下ごう跡地だったことに気づき、ヒトラーがモノマネ芸人ではなく本物のアドルフ・ヒトラーだと確信する。ザバツキは ベリーニに真実を伝えるが相手にされず、取り乱した様子から精神を病んだと判断されたザバツキは精神病棟に隔離されてしまう。映画がクランクアップした頃、ヒトラーは自身を支持する若者を集めて新しい親衛隊を組織し、再び野望の実現のために動き出す。カッコ内は日本語吹き替え監督のネ念とはガーディアンのインタビューに 曲復活の危険性が常に存在していることを強調したと語っており、マリーヌ・ルペンやヘルト・ウィルダースの演説、西洋のイスラム化に反対する欧州愛国者によるデモのニュース映像が使用されている。また、映画では制作当時に問題となっていた難民流入問題を取り上げている。マスッチは、ヒトラーの演説を暗唱し、彼が好んでいたリハルト・ワーグナーのオペラを、 干渉するなどの役作りを行ったが、オファーを受けた当初は、私はヒトラーよりも背が高いし、顔つきも違うと返答したという。マスッチは、ヒトラーの映像の中で、最も参考になったのは演説の映像ではなく、日常会話の映像だと語っており、ソフトで包容力を持った父親のようなヒトラーを意識して演じたという。また、偽花や偽うわ唇などをつけるため、 メイクアップには2時間かかるという。映画ではヒトラーが市民と会話するシーンがあるが、これはヒトラーに噴したマスッチが実際にベルリンなどの街中に現れ市民と対話するアドリブ形式で撮影されており、撮影の際にはマスッチが襲われる可能性を想定し、ボディーガードが同伴した。実際には忌避されるよりも好意的に接してくる市民の方が多く、 撮影期間中にその場に居合わせた人たちから2万5000回自分、撮りによる写真撮影をされ、まるでポップスターだったと語っており、ヒトラーへの危機感が薄れていることに驚いたという。一方、ブランデンブルク・アンデア・ハーフェルで撮影を行った際にはドイツ国家民主党の集会に参加したが、その姿と言動を見た党員と揉めた挙句、騒ぎを聞きつけた。 局左構成員や記者が加わり集会は混乱状態になった。最終的には NPD 党員と打ち解け、80人ほどの党員とバーに行くことになり、その際に党員からあなたがいれば拡大できると言われたという、ありがとうございます。